皆さんこんにちは、ヤフーの森と申します。本日はヤフージャパン ID におけるパスワードの普及の取り組みをお伝えします。で、ヤフーの成長におけるパスワードレスという位置づけと、パスワードレスによるヤフーの成長という2つ の視点でお話しさせていただければなと思います。ページが移動しないですね。はい、じゃあ簡単に私の自己紹介がさせていただきます。2003年にエンジニアとしてヤフーに入社しました。それからですね、いろんなサービスであったり、事業を通して、現在横断組織であるサービス統括本部というところを見させていただいております。で、横断組織ですからどういった機能があるかといいますと、この4つの部門からほぼこの4つの部門からなっています。1つはヤフージャパン ID の部門があったり、あとはマーケティングですね、ここは宣伝部みたいなものです。で、もう1つは個人ツールの部門であったり、あとはサービスの品質管理、これはヤフー全社のサービスの品質をチェックする部門になります。で、今回お話しさせていただくパスワードレスに関しましては、このヤフージャパン ID という部門が全社の中心になって推進をさせていただいております。で、パスワードレスについてお話をさせていただく前に、まずはそのヤフージャパンが目指すところをお伝えしたいなと思っています。ヤフージャパンはですね、もともとその何ですかね、顧客獲得ってところに力を入れてまして、より多くの人に使っていただくっていうことが中心になってました。でも、最近のそのユーザーエクスペリエンスであったり、そのユーザビリティの部分であったり、もっともっと向上していかないと、競合他社に負けてしまうというところで、やはりそのお客様に対して最高おもてなしを提供していかなければいけないと考えてます。で、最高のおもてなしをこう提案していく中で、やはりお客様のことを知らないと、提案もできないと。ですので、やはりその普段普通にヤフーを使ってもらうのではなくて、ログインをして使っていただくということを中心に考えて、おもてなしを実現をしていきたいなと考えたところがスタートになります。で、本日本題になるんですけれども、現在のヤフージャパン ID の 現在で、足元の数字みたいなものを、いくつかご紹介させていただいて、その数字から出てくるその課題っていう部分と、それに対する対処方法、あとは未来に向けてどういうことを考えているかという、この4本柱でお話しさせていただければと思います。まずヤフージャパン ID の現在ですけれども、これを冒頭申したように、お客様のことを知らない限りおもてなしはできない。だからログインをして使っていただく。ですので、全社的にログインをして使ってくださっているお客様の数をきちんと、デイリーで追っています。で、もともと2015年ぐらいから始めまして、その時はちょうど3000万人ぐらいのお客様がログインをしてヤフーを使っていただいてました。で、現在毎年ですね、 10% 以上増えていまして、現在今年に入ると、5000万弱のお客様がログインをしてヤフーを使っていただいているということになります。これは月間のユニークですし、月間のアクティブになりますので、月に1回以上をヤフーにアクセスしている数になります。で、その他の数字になりますけれども、ここはアプリだけに絞った数になりますが、アプリでは 76% のお客様がログインをして使ってくださっています。ですので、全体の 76% がもうログインのユーザーであるということになります。またですね、月間のログイン回数ですね、これはログインボタンとかログインをするっていう行為を行われた回数ですけれども、月間4600万ですね、ぐらいの回数ログインという行為をしていただいております。また1日あたりの ID の取得数ですけれども、いまだにですが1日4万4千ぐらいの ID が取得をされております。またヤフージャパンのそのロイヤリティユーザーと示す一つとして、そのプレミアム会員という数を持っているんですけれども、こちらも大体2100万人ぐらいのお客様がプレミアム会員になっていただいて、ヤフーを使っていただいていると。またですね、クレジットカードの登録者数です。これはお持ちのヤフージャパン ID にクレジットカードを紐付けてくださっているお客様の数になるんですけれども、こちらも3400万人と、膨大な数のお客様にクレジットカードを紐付けていただいているということになります。で、ざっと今説明させていただいた数字をお見せしますと、これらのようにもう膨大な数のお客様と、またその膨大な数のお客様の重要な情報ですねをお預かりしたり、ログインという行為をしていただいていることになります。
でまたヤフーはそのヤフージャパンはその多種多様なその事業を展開しておりまして、あの大きくは2つですね、メディア事業とコマース事業です。まあメディアは検索であるとかニュースであるとか路線転機みたいなものがそうなるんですけれども、まあコマースはオークションショッピング、そういったものです。でこれらのデータもそれぞれ持っていますので、まあ、ここ6年ぐらいでですね、あのユーザーに対お客様に対するデータとして、まあ、20倍ぐらいに膨らんできているというようなことになります。これは冒頭申したとおり、お客様のことをよく知るという意味においては、過去に比べると20倍以上 の, ことをお客様のことを知ることができたと私たちは認識しております。でやはりこれだけ の, です、ね、膨大なデータと重要なデータを預かってますんで、いろいろな課題があります。まあ、課題としてはこの2つになりまして、もっともっとヤフーにログインをして使っていただかなければいけないので、ログインにまつわるそのユーザビリティの問題がまず1つあります。でもう1つはやはり重要なデータをお預かりしていますので、セキュリティの問題というところがあります。でさまざまな問題はあるにせよ、この2つに共通している問題はパスワードであると。ですからこのパスワードをどうにかしなければいけないということで、本日はパスワードをタイトルにやらせていただきます。はい。でこれヤフーがお客様に対してアンケートを取った結果ですけれども、パスワードは忘れてしまうものだというような結果が出ています。こちら 96% のお客様がパスワードを忘れたことがあるとおっしゃっています。で現にですね、1週間に200件 の, パスワードを忘れましたというお問い合わせが来ております。またですね、リスクも内包されているということになりますけれども、複数のサービスを同じ ID パスワードで使い回されているお客様が、まあ、大体 73% ぐらいいらっしゃるということと、リスト型攻撃という、まあ、セキュリティリスクに対して、まあ、ご存じないとおっしゃっているお客様も 85% ぐらいいらっしゃるというようなことが分かりました。ですのでヤフーとしてはユーザビリティとセキュリティをきちんとアップデートすることで、まあ、パスワードをない認証で解決をしていきたいと考えています。でこれからパスアドレスの普及についてお話をさせていただきます。で先ほどのおさらいですけれども、パスワードはまず忘れてしまうっていう前提に立つことと、あとやはり不正アクセスっていうリスクがあるというこの2つの問題を解決するために、パスワードをなくしていくという運動を始めています。で具体的な施策としては2つ推進しておりまして、 SMS 認証ですね、こちらは SMS でパスワードコードを送るというワンタイムパスワードを送るという話と、あとはファイド認証ですね、ここはまあ生態の部分であるとかをやっております。でこちらファイドではなくて SMS の方ですけれども、まあ、皆さんご存知の通り電話番号を入力していただくと、その電話番号に SMS コードが届いて、そちらを入力していただくとサービスを使うことができると。で大体こちらが使われているお客様の数がこの赤い部分になりますが、ちょうど今1000万弱ぐらいのお客様に使っていただいているというような状況になります。はい。でSMS もやはりその訴求をしながら着実にというか、ちょっとずつ人は増えていってるんですけれども、 SMS 認証に関しましてはやはり こちらにはそのユーザビリティの課題がまだ残っていると考えています。SMS 認証は結局やはりこう文字を入力するっていう手間がかかることと、まあ、その回線状況であったりその状況によりますけれども、SMS のコードが送られてくるまでお客様をお待たせしてしまうという、この2つの問題がありましたが、このファイド の, ところで解決をしていっています。まあ、こちら世界初なんですけれども、サービス事業者としてファイド2に対応しましたと。でじゃあちょっと動画をお見せします。あ、いかないな、ちょっと待ってくださいね。動画は動画が動かないですね。こちらはそのパスワードレスの認証がちょうど動画になっている部分なんですけども、あ、これいくのかな。いかないですか。あ、行きましたね。ここでパスワード入力はなく次に行きますので、
はい、こんな感じでサービスが使えるようになります。今 の, あの映像だと少しそのもったりしましたけど、これはその皆さんにちょっとあのきちんとお伝えしたくてスローであの再生しています。実は もっと早くあのなっています。で現に先ほどのプレゼンにもありましたように、あの実際パスワードを入力してログインするものよりは 37% あの時間としてあの削減されていますので、よりユーザビリティ自体が向上されているとあの事実としてあります。はい、であのもう一つ、あの 90% 以上 の, あのパスワード再設定があの削減できたということ結果もあります。こちらあの当たり前ではございますが、もともとそのパスワードを忘れたお客様が忘れたのでまた新しくパスワードを設定するというのがもともと73万回ぐらいあったんですね、結果に。でそれが8万回まで削減できたので、まあ、こちら 90% ぐらい削減することができました。でそれ以外にですね、そのパスワードレスに対するそのお客様のイメージもアンケートを取りましたけど、7割弱のお客様がまあ安心できるであるとか、そういったことをあの思っていただいております。ですがこちらもですね、やはり僕たちの訴求自体がまだまだ弱いので、もっと強くして 100% ぐらいあのお客様に使っていただきたいと考えています。はい、でパスワードをなくすることで、その他のユーザビリティの向上としましては、ID の取得者数があの飛躍的に増えたということが挙げられます。もともとパスワードがある状態で ID を取ろうとすると、相手パスワードを設定しなきゃいけないですね。ですので、あのパスワードレスになってくると、パスワードなく ID を取得できますので、そのユーザビリティの向上もあって、こういったふうに伸びています。で新しく ID を取られた方のほとんどがパスワードレスの状態で取られているというようなあのことになります。またパスワードレスに対してこの最後 の, あのスライドですけれども、あの今パスワードレスや SMS あのパスワードをなくすっていう活動を通じてちょうど1000万 ID あのところまで来ました。であの対外的にもこう公表している数字ですけれども、来年度中には3000万 ID のお客様がパスワードをなくしていただくようにしていきたいと考えています。じゃあ最後、まあ未来に向けてお話しさせていただくと、パスワードだけではなくて、もうこれスマホすらあのいらないっていうところの認証も社内で実験しております。社内のカフェだけなんですけれども、あの顔を登録しておくと顔だけであのコーヒーであるとか、まあ、パンであるっていうものが購入できると。でこれは給料天引きの中で購入することができるようになっております。ですのであのユーザビリティであるとか、まあ、機能改善であるとか、あとは訴求ですね、あのどんだけあのこれが大切なことかということを伝え続けることで、今ログインしてくださっているお客様、これからログインしてくださるお客様含めて全員がパスワードをなくしていくような世界を作っていきたいと考えています。はい、まあ、こちら最後のスライドになりますけれども、冒頭申した通り、ヤフーはそのお客様におもてなしをするためにサービスの品質をめちゃくちゃ上げていきたいんですね。上げていくためにはそのお客様のことをやっぱ知らないとダメなんですね。で知るためにはやはりログインをして使っていただくと。でそれでデータをきちんと貯めてお客様にあのおもてなしをしていくということを考えています。でもそれをやっていくにはやはり安心で安全でかつ便利じゃないとダメだと思ってますので、これからもパスワードのない世界を目指すためにあのパスワードレスを推進していきたいと思います。はい、私からは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。